決意の脱獄計画、すべては妻のために。 Believe 君にかける橋。ラストの狩山陸と刑務官林和夫とのシーンはゾクゾクしましたね。君は最も忘れられない受刑者になるだろうと陸に語りかける林が怖すぎました。最も忘れられない受刑者とはどういうことを意味しているのでしょうか。救急車で搬送される陸がどうなってしまうのかとても心配です。林は冤罪を主張する受刑者に容赦ない人物らしく、中には亡くなった受刑者もいるようです。そのため陸の命が危ないのではないかと不安になりました。逃走を計画している陸ですが、走って逃げられないように救急車の中で暴行を加えられたりしないでしょうか。しかし救急車には他の同乗者がいます。さすがに他人の目があるのでその場で暴行を加えることはないかもしれませんが、何かされそうでただただ恐ろしいです。何者かに陸のことを逐一電話で報告している林。今後恐ろしい行動に出るのではないかと思われ、林の行動から目が離せません。次回第3話で病院に運ばれた陸は入院することになります。治療期間中、看守の隙をついて逃走しようと考える陸。そこへ林がやってきます。陸と1対1で話をする林は逃走の目的を尋ねました。その後、病室にやってきた刑務官は驚くべき光景を目の当たりにして、第3話もハラハラドキドキの展開が待っていそうで楽しみです。次回予告には頭に包帯を巻いた林の姿がありました。彼が怪我を負った理由が気になります。もしかすると、陸に殴られたのでしょうか。挑発するようなことを言い、わざと殴らせたのかもしれず、陸が林を殴ったとすると、刑期は伸びてしまいます。そして、これまで以上に監視の目が光ることになり、脱走はもう二度とできない状態になります。病室にやってきた林が、どんな発言をするのかはわかりませんが、彼の挑発には乗らず、陸には冷静でいてほしいですね。予告には、暗い中、雨がっぱを着た陸が雨に打たれるシーンがありました。これが回想シーンなのか、それとも逃走に成功した陸の姿を映したものかはわかりませんが、逃走中に誰かに見つかったように見えました。病室を抜け出した陸が逃走をしたとしても、すぐに見つかりそうな予感です。陸が会いたがっている妻の玲子ですが、事件について調べ始めています。そんな彼女の周りをうろつく刑事の黒木正興。彼が事件のことを調べているのはわかるのですが、玲子を尾行する理由がわかりません。黒木のことを記者だと思っていた玲子は、事故で亡くなった若松と黒木がそっくりでびっくりしたことでしょう。黒木は事故について何か聞き出そうとしているのかもしれませんが、玲子は詳しいことを何も知りません。黒木については謎の点が多く、今後彼についての詳細が明らかになったとき、陸の味方か敵なのかがわかるのでしょう。磯田社長が個人的利益で動くような人ではないと思っている陸ですが、本当にそうでしょうか。
確かに彼は会社を守るためにいろいろと裏で動いています。これらは本当に個人の利益につながっていないのでしょうか。磯田社長を演じる小日向文世さんは、見た目が朗らかで優しい人を演じることが多い印象です。しかし、最終的に裏切り者だったりする役も多く、今回も一番の黒幕が彼だったりするのではないかと考えます。陸の弁護士、秋沢義人ですが、私はあなたの味方です、と頻繁に口にしていますが、これがうさんくさくて、彼も怪しいと感じる一人です。再審を諦めるよう説得したり、南雲から受け取ったデータを会社に渡したりと、陸を裏切るような行為ばかりしています。今後陸は秋沢の嘘を見破ることができるでしょうか。異常な汗をかく秋沢を見て、彼が本音で語っていないと気づけばいいのですが、陸も玲子も秋沢に騙されなければいいなぁと思います。弁護士にも社長にも裏切られた陸が、頼れるのは玲子しかいません。しかし、玲子が動くことで、彼女の身に危険が及ぶ恐れがあります。誰か、陸の味方になってくれそうな人がいればいいのですが、陸を慕っていた南雲でさえ裏切りました。南雲は海外への栄転が決まっています。この機会を絶対に逃したくない南雲は、これからも事故についての詳細を黙っているでしょう。そうなると、最後に頼れるのは、南雲の彼女、本宮恵里奈しかいません。南雲が何か隠していると悟った本宮は、南雲のデスクを探っていました。データを見つけたと思われるのですが、何も知らない本宮がデータのバックアップをするとは思えず、やはり陸の無実を証明することは難しいのかと感じています。あとは本宮が南雲を説得して、本当のことをすべて明らかにするしかないのですが、秋沢も会社も頼れない中で、南雲が誰に訴え出るかが鍵となりそうです。再審を請求するために、新たな弁護士が現れるかもしれませんね。陸の味方になってくれる弁護士が現れることを期待しています。そして、陸と同部屋の若い受刑者、野口は、先輩の罪を押し付けられて服役しているそうです。陸と同じく、彼も罪を犯していないんですね。野口には、古着屋で働く彼女がいて、お腹には彼の赤ちゃんがいるそうです。彼女のためにも、子供のためにも、早く出所できればいいですね。もちろん、陸も早く出所して、玲子と再会できる日が一日でも早くなればいいのですが、今後どうなるでしょう。陸と玲子が橋を見ながらイチャイチャしている回想シーンは、羨ましいぐらいラブラブでした。陸は玲子との時間をもっと大切にしておけばよかったと後悔しているのかと思います。しかし、昔のことを悔やんでも仕方ありません。今からでも何か変えられるはずです。陸は無実を証明し、病気の玲子をそばで支えてあげてほしいです。病院では夫が有罪となったことで、かなり肩身の狭い思いをし、医者からは嫌味を言われ、それでも看護婦長として頑張っている。家に帰っても一人ぼっちで寂しいでしょう。そんな玲子が次回予告では病院側から
退職を促される様子が映っていました。病院も犯罪者の妻を働かせるのはマイナスなのかもしれません。玲子は誰からも頼られる看護師の鏡のような存在です。しかし、世間の目は厳しいのかもしれませんね。仕事を失った玲子は、これからどうなってしまうのでしょうか。仮に陸が逃走して玲子に会いに行ったとしても、無実を証明できなければ迷惑なだけだと思います。玲子のためを思うのであれば、必ず無実を証明してほしいと思います。次回、逃走を企てる陸がどうなってしまうのか。林の行動に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。